じゃあそう。ありがとうございます。お気遣いありがとうございます。ありがとうございます。美味しそう。いただきまーす。いやー。美味しそうや。美味しそう。はい、どうぞ。どうも、一日一夜明けましてですね、今チェックアウトをしに来ているんですけど、高松屋さんの ご主人様でございます。おはようございます、はい、ナイスガイで昨日ね、はい、僕がガズレレっていう YouTube やってますよって言ったら、昨日散々見てくださったって話してたんで、はいはい、で僕は昨日もそこの、ね、飲み屋さんで話してたんですけど、はい、高松屋さんにこのウクレレ、はい、神さんのウクレレですけど、はい、これ置いといたらウクレレ弾ける人は、はい、なんかそこにね、あウクレレだって弾いてくれるし、はい、子供とか、うん、何これって言ったら、うん、お父さんに教えてあげたらいいんじゃないのって話があってなるほど。でももう例えばちょっとギターをちょっとやってらっしゃったっていう、はい、いやいや大昔何十年前です。ここ1個押さえたら、はい、もう芯なんですよこれね。そうでこうやって持つでしょ、はい、ここ1個押さえたら C、はい、でそんな押しちゃダメですよ。ちょっとこうあそうです、これがもう C、はい、で次 F は、はい、ギターで挫折した F はそうそうそう、こことここの2個です、うん、ここ、ここ、そう、こことここ、こことここで、でこう自分の方向けてると押さえづらいんで、はい、こうやって押さえそう、F いいでしょ、こうね、C 覚えました。C 覚えてる。C これ。そう、はい。いいじゃないですか。で F は F 指がね動かなくなって。そうそう大丈夫です。F あバッチリ。そして次が一番難しくて、はい、これこのまんまで、はい、これを一個下げます。ここ。はいはい、でこれをここに入れるんですよ。はい、ここ。見てて。F じゃん。はい、左手見てください。こうするんです。くるっと回すと。こういうふうに、さっきの F は、F はここでしょ、はい、こうか、はい、ここ中心に手をこういうふうに、はい、あ肘はいいですよ、はい、そうすると場所ができるんだよ、はい、ここに、はい、でこれ1個下げる、これ下げる、はい、あとその上、ここ、ここ、はい、とこれ一番下、ここ、そう、それで弾くと、これが G7、この3つで3万曲弾けますから。ああ、いや確かに F と G7 と C7 そうそうそう、でギターやってる方あるあるなんですけど、うん、低い位置はここら辺がいいんですよ、うん、あそう音が丸いんですよ。あ本当だ、あ C と F と G7 でこれで一応息でいつもあって、これ3つで弾けますから。ああ、いい音しますよ、めちゃくちゃ面白いでしょ、うん、お父さんここでポロポロ弾いてたら、うん、皆さん入ってきて、うん、ぜひやってくださいということで、やりますやります、高松屋さんのご主人さんもガズレレデビューですよ皆さん手島に来たらぜひやります、高松屋さんによってあのウクレレみんなウクレレガチャガチャやりましょう、やりましょうというわけでチェックアウトです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、ご機嫌待ってきます。はい、今度弾けるようになってきます。はい、本当いい人たちがいっぱい集まってそうですね。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、気をつけて。はい。すごい、これ255の通りをなんか地元の人に教えてもらいました。この通りはね、通りを通ってるだけで島がたくさん見えてすごい綺麗なんだって。わー綺麗、すごいね、すごいすごい、もうついたのここで、うん、へえ。これが海を眺める人々だっけ、うん、海を夢見る人々の場所、海を夢見る人々の場所、こんなお花の先にあえて海があるなんてなかなかすごい。これがアート作品、これか。ここにかけるってことなのね。へえ。
か綺麗だな。今ですね、小豆島に着いたんですけど、見てください。めちゃくちゃ晴れてまーす。さすがガズさん。さすがガズさん、ほんとすごいよ。ねえ。ねえ。というわけで今日は小豆島でゆっくりしてですね、明日また朝神戸の方に戻って長野に向かって戻るという予定で、今日はまあまあその今日はね Airbnb で、一戸建てをね。借りてるんでですね、そこでちょっと、動画編集したり動画もねちょっと撮っていこうかなと思います。ちょっと小豆島巡って、うん、まったり動画になると思いますけど、お楽しみにしておいてください。あ、開けてきた。おお、すごい、海がまた見えてきた。うん、すごいね。もうなんか海岸線がみやみやだよね。うん、ほんと気持ちがいいよ。天気がいいし、気温は今20度でございます。おー、素晴らしい。うぅー、うすごい。今日は小豆島に来てちょっと行ってみたいカフェが出てきました。インスタグラムで小豆島に来たよって昨日か、うん、アップロードしたら、ちよちよさんインスタグラムで私小豆島に住んでますって言って、その方がねここでウクレレ練習しているカフェだっていうことで、すごいとこですよこれは。本当。へえ、そうか、外だ。どうも。YouTube 撮っていいですか。YouTube 撮っていいそうです。ありがとうございます。すごいいいところ。すごい、みほさん。すごい。なるほど。すごい。ここもいいね。かっこいいじゃん。本当だ。素敵。何食べようか。テラスもある。いいね。海を見ながらここで、わあ、すごい、すごいね。すごい。小豆島おしゃれカフェ。本当。もっと工場だねこれ。エレベーター。そうだね。なんかこの家具もすごいよね、一枚板とかっていう感じで、ほら、あの上にすごい、あの扇風機みたいな、すごい大きさ、伝わんないかもしれないけど、いい彼、ははは、いいじゃん。のれんもすごいね。そう、あれかわいい。へー、確かにこの天井かっこいいね。テーブルもめっちゃいいテーブル。そう、これね、いいテーブル。椅子もいいですよ。殿様椅子。殿様椅子いいね。すごいいいです。海の景色がもうやばいね。この壁もいい色だ。いや、ここでランチ、このインダストリアルなこの雑い感じが、ね、なんとも言えない。ランチを食べるぞ。よし、今日のお昼ご飯すごいの来た。醤油チキン、美味しそう。これも盛り付けがまた綺麗。いやー、そしてこれがポタージュ、美味しそうだ。そしてカズさんが
これすごいね。カレー、オリーブ牛のカレーだそうです。オリーブ牛のカレー、野菜がたっぷりでございます。いやドライカレー、すごい、すごいね。いただこう。いただきます。もうそろそろ宿に着きそうな気配なんですけど、すごいですよ、小豆島の。すごい景色。わお、ワンダフル。あそこの先だ多分、あの砂浜の、すごいところ。 Airbnb で、予約した宿でございます。すごい、すげえいいじゃん。ここに泊まるんだって。今日ここに泊まるんだって。あの景色見て、ほら、あ、ちょっと金網になっちゃった。今回あの一泊させていただくところは、なんていうあの場所でしたっけ。外浜ハウスという家です。外浜ハウスさん、すごい素敵、もうこの周りも、はあ、ちょうど、ね、山桜が、ね、そうですね。そして今日のお宿はこちらだ。こちら、かわいい。この芝生もすごいですね。あ、そうなんです、夫が一生懸命やります。これは手がかかるやつよ。すごい、ね、羊を飼ったらいいんじゃないですか。本当に。そう。たまに地元のヤギちゃんが遊びに来たりしてます。そうなんですか。野生？いや、いや、誰か飼ってて、そりゃそうだよね。すごいいいですね。すごいよ。すごい。なんかあのオーナーさんは、うん、関東地方から移住してきたらしく、すぐ素晴らしいですね、夢を叶えておられて。かわいい。そしてなんとガズレレのことも知ってくださっていたんですよ、実は。知ってます。弾けますか、少し。弾けません。すごい。このロケーション。そう。これすごいよ。夕日がね、真正面に見えるらしいですよ。そう。すっごい雄大。おお。いやあの木のさ、雰囲気もすごいなんかこう、そうなのよね。なかなかないですよ。そう。関東でもこんな感じないよね。やっぱり。すごい。5月ぐらいになると新緑がバッと、まあね、そうですよね。へ、ね、すごい。じゃあちょっとなんかあ、ぜひぜひ。やっぱりあら、すごい、見てください。お邪魔します。はい、どうぞ。こう、なんこの可愛いの。可愛い。へえ。おもちゃ箱や。いいじゃないですか。タイニーハウスですね。タイニーハウス、かわいい。まさにタイニーハウス。そうだ、タイニーハウスだ。ちょっと上がってみようか。どうぞどうぞ。お邪魔します。かわいい。キッチンもついて。キッチンもついて、上が寝室に。はい。あ、かわいいドアが。かわいい。なんだか。かわいい、このアーチ。はい、シャワーと。アーチ。じゃあちょっと2階の階段もすごいよ。あ、ちょっと急なので。はい、大丈夫です。2階はちょっと山が見える。うわー、めっちゃいいじゃん。しております。あ、屋根裏部屋っぽい感じ。頭だけ。これはすごい。わ、素敵。エアビー、いい。エアビーがいいってわけじゃないけどここがね、ここすごい素敵。いやー、そうなんですね。ここやっぱ吉野っていうのなんですけど、うん、海もいいですね、山も。そうなんですよね。そうですね。そうなんですけど、へー、やば、ここでぼんやりするのもいいね。いいね。あ、しかもうちと同じクッションも。あ、本当だ。同じなんかこうシンパシーを感じますね。そうだね。今日泊まるところのもう目の前がね、歩いてすぐ目の前がこれビーチなんです。すごい、もうプライベートビーチ。この一角はこの方のほぼほぼプライベートビーチでございます。ここはあれですよ、皆さん、Airbnb で、そこを仲間で泊まってね、うん、いくらやっても大丈夫なところだから。そう、はい、じゃあ今からせっかくだからここで、うん、貸し切りプライベートビーチで、はい、夫婦でセッション行ってみましょう、うん、それでは行ってみましょう。皆さん見えますか、この美しい瀬戸内海。本当いい気持ち。ポコポコ浮かぶ小島をバックにですね、ここ砂浜なんですよ、うん、なんか砂浜にちょっと座るのもなってことで ね、 そうね、 海を見ながらちょっと聞いてください、うん、はい、曲はもちろんガズレレソング、ショートカットバージョン、はい、1番だけ。ワン、ツー、ガズレレソング。
の島バージョンやってみた。せーの、素敵。皆さんいい感じですよ。ほん誰もいないです。いい気持ち。この綺麗な海を二人占めしております、今小豆島の、はい、いいね。いい、これはいいですよ。やっぱりアンプっていいね。アンプしとくといいですよ。まあね、ほんと最高です。よいしょ、ほらこんな感じですからね。こんな感じ。よいしょ、じゃあこのまま見て見て。よし、ちょっとビーチの方に行ってみよう。ここの区画は本当にこの僕らが今泊まってるヤビの真ん前だけなんですよ。そっちにもね、砂浜がずっと続いてるんですけど、見てください、すごいね。ちょっとズームしてみようかな。ほら、あ、ズームなったなった。ああやって瀬戸内海の島々が見えます。すごいね。はい、そういうわけでですね、ビーチから、お届けしましたガズレレソングでございましたけれども、はい、はい、かわいいな、ここのね、ここだよ、これここだよ、泊まるのは。はい、はい、そういうわけでですね、ちょっとこっち回ろうか、じゃあね、海をバックに、春のガズ旅、はい、何日間にわたって来たんだろうか。結局4日間、21、22、23、24、うん、今日24だから、はい、25日にきっと帰ると思うんで、うん、まあまあ、いい旅になった。本当に瀬戸内海の小島たちを巡る、最初は名古屋から始まり、うん、懐かしいね今や。本当名古屋、神戸、手島で今日小豆島ということで、うん、でまあ残すはね、はい、あと帰るってことなんで、うん、まあ一応本編、旅動画の本編としてはこれが最後の動画になるかなと思うんだけど、はい、まあもしかしてもう一個ね、帰宅編やるかもしれないですけど、はい、ひとまずじゃあこれで皆さん旅の終了報告というか、まだ終わってない、はい、旅は家に帰るまでが旅だぞっていうのがあるけれども、また今日ね、あそこ満喫してね、そうそう、はい、エアビーで今日はゆっくりします、あそこで、はい、はい、そんなわけで、ガズの春のガズ旅シリーズ、はい、見てくれてありがとうございます。またもう一回最初から僕らも見てみようと思ってますんでね、うん、ぜひお時間ある方はまた見てみてください。そしたらね、もう来週からはもう通常営業に突入していきますんで、はい、レッスン動画などお楽しみにしておいてください。はい、それでは皆さんごきげんよう、さよなら。ふぅ、今ですね、はい、インスタグラムで、はい、一昨日だっけ、一昨日、神戸から小豆島に来るよっていうフェリーをインスタの中、インスタでね、そのフェリーの中で映像、画像をね、シェアしたらですね、コメントくださって、はい、小豆島に住んでるんですけどっていう話になって、そしたら会えるかなとか言ったら、お仕事でね、はい、ちょっと無理ですってなってたんですけど、今日、小豆島から神戸に戻るっていう話をした時に来てくださった。会いたかったです、はい、よかったです、ありがとうございます。もうめっちゃ嬉しいです。昨日ほら行ったんですよ、ご紹介してくれた、はい、シージョンっていうね、はい、おしゃれなカフェで、はい、あんなところでウクレレ弾いてたらいいですよ、もうあれ気持ちいいですね。最高、入れたらね、さっきね、動画の中でもちょっと映ると思うんですけど、はい、そこをね、はい、そこで練習してるって話を聞いて、はい、そこに行ってみて、まあ、よかった。はい、でも今日来てくれて朝から、いやいやもう絶対会いたかったんです。もう会いたい人には会いたいと思う。いやいや素晴らしいチャンス、はい、なかなかね、はい、小豆島に来るっていうのはないですからね。ですよね。いやいや、また僕も生まれて初めてですから、はい、あらまあ
小豆島、はいはいはい、まあまあまあそうなんです。いや、ありがとうございます。いいとこでした。もうちょっとゆっくりね、できればよかったな。そうですよね、ここが落ちにくい。あ、そうですよね。やった、ありがとうございました。朝早くから来てくれても、はい、本当に、はい、ありがとうございます。ということで皆さんにバイバーイ。はいはい、千代さん、はい、千代さんでございます。はいはい、ありがとうございます。スペシャルゲストいきなりの。ありがとうございます。バイバーイ。